お世話になっております、マサルです。今回はゼロトラストについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずゼロトラストは何か、概要をお話しします。その後ゼロトラストを実現するためにはという話をしていきます。それでは始めていきます。ゼロトラストは社内社外すべてを信用できない領域として、すべての通信を検査し認証を行うという考え方です。 IPA はゼロトラスト導入指南書、金融庁はゼロトラストの現状調査を公開してゼロトラストについて説明を行い、国としてゼロトラストの導入を進めています。これまでのセキュリティの考え方はファイアウォールによってネットワークを区切って防御する境界型防御が主流でした。社内は安全なネットワーク、社外特にインターネットとの通信は危険なので、社内と社外の通信をチェックしようという考え方です。しかしゼロトラストは境界型防御とは違い、社内社外の区別をしません。すべてのデバイス、ユーザー、通信、ネットワークを監視し、認証認可を厳重に行います。文字通りゼロトラスト、何も信頼しないという考え方です。ゼロトラストが注目される背景としては、コロナによるリモートワークへの環境の変化、クラウド利用の推進、内部ネットワークからの攻撃、高度化された攻撃、様々あります。これらの攻撃は従来の境界型防御では守りきることができません。ゼロトラストの概念を取り入れてセキュリティ対策を行っていく必要があります。ではどのようにしてゼロトラストを実現するのかということですが、ゼロトラストはあくまでも考え方であり、特定の技術を取り入れればゼロトラストを実現できるというものではありません。こちらは IPA が公開しているゼロトラスト導入指南書に記載されているゼロトラストの構成要素です。ゼロトラストの構成要素を公開はしていますが、すべての技術を取り入れなければならないということではありません。それぞれの組織のセキュリティポリシーに合わせた技術を取り入れることでゼロトラストを実現します。この中で現在特に普及が進んでいる技術としては、テレワークによって管理者の目が届かなくなったクライアント端末を監視、不審な振る舞いを検知する目的として EDR、 社内で扱うスマートフォンやタブレットなどモバイル端末を統合的に管理する EMM などの普及が進んでいます。それでは今回はゼロトラストについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回も過去問に挑戦してみましょう。ただし情報処理安全確保支援士としてはゼロトラストに直結した過去問がなかったので、中小企業診断士の問題を取り上げます。令和3年第1次試験問題の21問です。業務システムのクラウド化やテレワークの普及によって企業組織の内部と外部の境界が曖昧となり、ゼロトラストと呼ばれる情報セキュリティの考え方が浸透してきている。ゼロトラストに関する記述として最も適切なものはどれか、あ、い、う、え、お、どれが正解でしょうか。少し考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は、え、利用者も機器もネットワーク環境も信頼せず、情報資産へのアクセス者を厳格に認証し常に確認する、こちらが正解です。ちなみに中小企業診断士も国家試験なので、情報処理安全確保支援士とゼロトラストの概念が大きく異なるということはないと思います。ゼロトラストの概念しっかり覚えておきましょう。それではおまけトークまでご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。